発電の力で隠しドアが動く家を見てほしいです。富士のギャップのメタンガスを利用した温泉ホテルと、あと無料のカフェです。車椅子でも遊べる公園と、ハチノスマンションです。古いお家を再利用しました。あと家庭菜園もあります。アリノスからヒントをもらった家です。家中に穴が開いているので電気使わなくても涼しいです。障害を持つ人が暮らしやすい村を作りました。道を歩くと音が出ます。